モンキーさんクソ強いんだが。ミスったー。もう最悪。今このデゲおっさん。俺何してんだよ。そういうことなんだよ。おモンキーさんやってんじゃん。モンキーさんがランクやってるぞみんな。ちょっと見るか。おーえ5連勝じゃん。下ウィー。これこっからめちゃめちゃポイント入るよ。ちなみにエグポイント入るよ。こっから勝ち続けたらもう今200ポイントもらってたしな。惜しい。かくはん教えないとな。うまい。うまっ。うまい。キーボード。いやモンキーさんはねレバレス。クソ強い。これもうプラチナぐらいまでもういけるだろう。この強さ。やばい。うまい。それはしょうがないと思う。はい打ってる。はい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 。SA 使って投げてドライブダッシュで固める。はいうまっ。やったー。シルバリだったぜ。ちょっと待って、モンキーさんクソ強いんだが。うい、シルバーおめでとう。おー、アリゲンスペシャルだけで上がったよ。いいねー。な、投げとピッピビリビリの2択だけで。じゃあ今日は反撃を、なんかね、やろうか。俺すごい感じたのが、うん、めっちゃ隙ある相手に、ちょっと何したらいいか分かんなくなっちゃって。ああ。昇竜拳ガードした後に何から入ろうか、みたいな。なるほどね。そう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 。まあちょっとやろうか、そこら辺。ああ。やっぱ基本的には、大キックからなんだ。何か相手がミスったな、SA じゃあ3あるよってなったら、基本的にこっから。そうそうそう。なるほどね。で、SA3 そこで入れてもいいよ、全然。全然入れていい。あ、これでもいいんだよね。待って、ガードしないで。いいよ。あー、ミスった。これむずいよな。こっから打つやつ。こう？待ってね。あ、それそれそれ、それマジ。多分狙ったらできると思うけどね、モンキーさん。できるかな。うん、これでゲージ使えるようになったらめっちゃ回ると思うよ。そうだよね、ずっとこれ。じゃあこの練習した方がいいな。結構ね、ないけど。しかもヒット確認超簡単だから、当たってるか。あのあ、なんか慣れたの。そうそう、 OD ってさ、うん、ビリビリって2回やるじゃん、ね、このブランカが立ち上がる瞬間に困ったって感じ、ね、で、これめっちゃ簡単なヒット確認の仕方教えてあげようか。めちゃめちゃ簡単な、もう格ゲーで覚えてた、もう覚え得のやり方があるんだけど、うん、いくよ。こっちじゃなかった。そのそのコマンド入力ってこと。そう、コマンド入力してるじゃん。で、当たってたらもうコマンドがもう入ってるから、キックボタン押すだけで出るんだ、これが。だ、今モンキーさんのやり方ってさ、多分あ、当たったで、こうやってそう、ババーッと押してる。ババーッと押してるでしょ。これだと間に合わなかったりするから。ああ、そう、間に合わない時ある。そう、間に合わないでしょ。だからもう入力だけ済ましとくの、こうやって。で、当たったって思ったらキックボタンだけ押すの。やってみ、一回 OD 入れて、うん、SA まで入れといて、 SA の入力までしといて、最後キックだけ押すっていう。え、あ、むず。まあ一回じゃなくてもいいよ。もうぐるぐる回しながら、当たったって思ったらキックだけ押してみ。どのタイミングキック押すかちょっと分かってなくて。あ、いいねいいね、できてるできてる。そう、そういうこと。そう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 、それで当たって、当たってたらキックボタン押す。あ、めっちゃできてる、めっちゃできてる。俺よりできてる。 上下右はパパってさっき押しといて、キックだけ、まあ、あとパパって、ね、そうそう。なんならもう、こういうのでもいいよ。当たった状態では予約できない。あ、できるよ。やるとしたら、このコアコパ SA みたいのが
それを使ってやるんだけど、そう。コアコパってない。いくよ。これ。ああ、はい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 。そう。壊しコパンチね。理屈があるんだけど、このゲーム、壊しコパンチって、こうやってタイミングで押してるじゃん、モンキーさん、今、タンタンって。でもこれ、タンタンでも出るんだよ。ほんとだ。そう。タンタンでも、そう。タターンでも出るじゃん。でじゃあそれが何がいいかっていうと、タターンって押しといて、とりあえずで入力だけ済ましとくんだよ。ああ SA のああでタターンが当たってると思ったらキックボタン押すだけでコードだな、なんかそうめっちゃむずいけど、だこれと一緒、ね、SA の出し方は。コパンめっちゃ当たるんだよね、 俺の落体。そうだからもう仕込んどけば超余裕だよこれ。タターン、そう、コアコパをやるときはタンタンじゃなくてタン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 。コアコパだけ？うん、これコアコパだけ。だから一番最初の初日のまずそのまあこれはもう初歩的やった、あのこれのこれはもうできるやって当たり前に。いいね。好きなタイミングで。で次はあのビリビリやったらさ、この、うん、今日めっちゃ触ったこれマジで。このビリビリ。これそれ画面端でモンキーさん、画面端で。うん、ピッピインパクトしてみ。ん？いや、そう、よくさ、そうそうそう。そう。で、SA はもうそれで、SA はもうそれで使おうぜ。あ。なんかよく、モンキーさんも敵をさ、画面端に、めっちゃ追い込んでる。めっちゃ追い込むじゃん。だから、どっかでこのピッピインパクトをやって、SA 使おうぜ。多分そっちの方が楽だと思う。ピッピインパクトは避けれないんだ。いや、避けれるけど、マジ見えない。なるほどね。少しずつブランカー動けるようになってきてた、マジで。ね。たまになんか本当にブランカー分かってるやつと分かってないやつの差がすごくて、分かってなかったらマジでパーフェクトで勝ったりできる。いやでも今、もう多分、いけるとこまでランクマちょっと回してほしい。俺、ずっと今、モンキーさんミラーしながら見てたけど、クソ強かったもん。あ、嘘、できてた？うん。ちょっと、行ってきて、ランクマ。あ、行ってくるわ。絶対今、もう無双で、もう正味ダイヤまでいける、あの動きで。てかもうあとブランカちゃん人形があればもう教えることないしな。あれ卒検でしょ。うん、あれ卒検だけどもう近いよ卒検は。そう、俺のおすすめはドライブラッシュコパー、あ、間に合わない。ドライブラッシュコパー、引き台系、オーディジョスクか、ドライブラッシュコパーシャガチュー、ジョスク、それかドライブラッシュコパ投げで、あとドライブラッシュ、あとあれも超強いよ、前中継。あ、見せた。あれめちゃめちゃ強いぞ本当に。うまいなこいつ。でも出るようになってきたね、バックジャンプ。あ、やべえ、なんだこのかかと落とし、やべえ。ウルト、てかそもそも俺のあのコンボに SA1 って繋がんないんだよな。ミスト SA1 繋がるコンボじゃん。いや繋がる、モンキーさん繋がる。モンキーさんたまに本当にあの心配になるぐらいの記憶力になるから怖いんだよね。ん？ん？急に全く違う話しだしたりしてすげえ怖くなる時ある。ん？モンキーさん今すん？みたいな。たまにモンキー頭モンキーたまにうんってなるから。昇竜拳うぜえな。うまい。うわっ、ミスったもう最悪今コマンド押したのに火当たっちゃった。まだあーい、うえぇ惜しい。今めっちゃ狙ってたのに SS3 おもろ。出るんだよ。うわー、こいつも分かんねえんだよな俺。こいつもちょっと分かんねえんだよ。トレモだと出んのにね。不思議だねモンキーさん。なんだこいつ。まあでもまだ残儀なんて多分戦ったことないだろうしね。
なんだこいつってなるよな、こんなムキムキのプロレスラーお互いに確かに相手も絶対持ってる、なんだこれ、なんだこのキャラって思ってるな。おお、なんだよこいつ、何してくるか分かんねえこいつ、このでけえおっさん、こいつ何してくるんだよ。お、来たー、 SA いけるか。はい、あ、早く、あ、もうあ、お、やばい、あ、待って、あ、どうしよう、ちょっと待って、はい、違う、もう違う、こんな勝ち方したいんじゃない俺。今 SS に打ちたかったのに。いいね、ブッパ警戒してるよ。うわー、もうだー、寝るわ、今日はちょっとありけさん挨拶したくしよう。ダメだ、もうちょっと頭いっぱいいっぱいだ。はいはいはい、ありけさん、今日はちょっと寝ます。お疲れ、お疲れ、お疲れ。また今日教えてもらったことできるようになってから、ちょっと待ってます。今日教えたことできるようになればもっと勝てるようになるから。